コージー富田は、日本のモノマネタレント、コメディアン。本名、富田博士。兵庫県神戸市出身で、愛知県豊田市育ち。トップカラー所属。高校卒業後、育ちの豊田市で、豊田の下請け工場に5年間勤務。この頃から、本名の富田博士名義で、森田和義アワー笑っていいとも、トンネルズの生でダラダラ行かせて、 など様々な番組に出演する。富田のタモリマネ、ネタがまだ有名でなかった頃、笑っていいとも、の夏休み期間に行われた企画、真夏のそっくり当てましょうのグランドチャンピオン大会で優勝者と共に出場した新人としてタモリの前でタモリのモノマネを披露。第28回発表。日本モノマネ大賞でグランプリを獲得後本格的にプロ転校。 タモリのモノマネによって一躍有名になる。2001年に第38回ゴールデンアロー賞、芸能新人賞を受賞。桜塚やくんとも親交があり、スケバン恐れ子は富田が、目がゆに似てるねと言ったことがきっかけだったことを富田自身が明かしている。弟の富田シンジーもモノマネ芸人であり、シンジー富田として活躍している。タモリのモノマネの第一人者で、あれ 神来たなあ答えないというフレーズを用いる。神来たは、モノマネバトルでヒロミからの振りに返したとっさの一言が始まりだったことを自身のブログで明かしている。初めてタモリと共演した時は、松村邦博と松村祐樹のモノマネで、ドラマスクールウォーズのイソップが死んだのは、俺のせいだの下りを披露し、佐藤康恵は、 松村邦博のドスが効いてる、東野工事は、松村邦博の真似がうまいと評している。その他、島田紳介、大橋巨泉、坂東英治、桂歌丸、小福亭鶴瓶など、多数のレパートリーを持つ。重箱の隅をつつくメドレーと称する細かいモノマネを、得意としており、それをヒントに企画されたのが、博士と女子から細かすぎて伝わらないモノマネ選手権、である。 音声を真似る、生体模写、外見を真似る、携帯模写に対し、自分のモノマネは、性格模写であると本人は語っている。コージー名義となって、以降は、タモリとの公式な共演はない。30歳からはスキンヘッドにしており、モノマネのネタに応じて、その都度カツラをかぶり変える。松村国広やコロッケの完全コピーも披露しているが、逆に有造に、 自身のカンコピをされており、雄造に潰しにかかりますと言ったが、雄造に潰しには負けませんと切り返されている。大橋巨泉では、彼の欧兵な態度をコミカルにあれじし、お前の番組に出てやると言って、決めゼリフにしていた。原口や木政の三馬を相手に、クイズダービーの司会を倍率ドンと回答をオープンの部分で再現したことがある。石橋貴明はかつて、 久本雅美のトーク番組に出たとき、皆は、うるせえな、バーか、とかの部分をモノマネするけど僕はトークの部分をモノマネすると語っていた。ドラマ、ありがとうございます。